都市ぞプロデュース舞台シルエット都市ぞプロデュースは、藤原実さん主催の劇団。オリジナルの舞台、映画を企画制作している。主な舞台作品に、アンティゴネの夏、ガウディ、空の裏側、ゲストハウス化などがある。劇団という形は取らず、作品ごとにキャスティングされ数ヶ月のリハーサル期間を通して脚本は出来上がっていく。 都市ぞプロデュースの舞台作品では小道具や舞台セットなどの演劇装置がほとんどない。何もない空間で俳優たちは体と言葉を用い日常的なやりとりで展開される物語は見る人の想像力を刺激する。俳優と観客の想像力によって築き上げられた空間は一人数とと私的なつながりを持ち、その心を揺さぶる。 藤原実のさん上映会を行う地域で引きこもり支援を行っている団体の活動支援として上映会による収益金の一部を寄付した。アシングクラストは俳優に最も必要とされる都市ぞプロデュース独自の演技メソッド。年に数回行われるワークショップでは俳優一人数とと向き合い個々の課題や問題点を俳優と共に考えていく。講師は 藤原実さん。マイ・エヌ・はアクターズ・スタジオ芸術監督、フランク・カサロの指導や、内外を通じた数々の映画、舞台、テレビのキャリアを通して模索してきた、俳優に最も必要とされる演技メソッド。都市プロスタジオは、JR ・小木クボ駅徒歩8分にあるスタジオ。都市ゾプロデュースのスタジオ公演のほか、貸し出しも行っている。藤原実さんに関するカテゴリー。 ありがとうございます。